どうもー、みつでございます。今回は登録販売者試験に受かると届くのこれっていうことで話していきます。で、過去に上げた動画で、あの、僕が無言でですね、あの、黙々とちょっとそれを紹介するっていう動画がありまして、まあ、僕の動画の中では比較的あの、再生回数が多い方なので、ちょっと今回はあの、解説付きでちょっと話していきたいと思います。 で、そっちの方の動画は、えー、ちょっとダジャレの密様っていうことで、ちょっとふざけてあの名前貼ってるんですけど、僕結構あのまあダジャレっていうか陰を踏むのがちょっと好きなんで、そっちの動画だとあの封筒に入ったのがあるんですよ。あのー、合格証ですかね。まあ、合格通知ですかね。まあ、だからあのー、封筒でちょっと陰踏んでみると、封筒、適当、等間、倒産感動、上等、 まあこんな感じですかね。あの、まあ、ふざけてますけどね。あの、とうとうとう,とう言うみたいな。じゃ、ちょっと、え、あの、紹介していきます。それでですね、あ、こっちか。えー、っと、これが、あの、合格しましたってやつですね。ちょっと一応、まあ、あの、名前のとことか隠してますけど、一応こんな感じですと。それで、 こんな感じですかね。まあ、これ、えっ、ー、と、試験について、えっ、ー、と、まあ、あとお金なんかいくらかかるよとかですかね。あの、登録するのに、あの、勤務先とかを、あの、書か,かなきゃいけないですからね。まあ、あと登録料もかかりますと。あと、これが、と申請書ですね。だから、まあ、えっと、まあ、名前、生年月日とか、あと、あれですね。 えっと、結核自由っていうことで、ちょっとあの薬物中毒者とかはダメなんで、まあね、芸能人の、家さんとか、うん、死さんとかはちょっと、現状ダメなのかもしれないですね。あとそうですね、これはお勤めしてる店舗の、あれですかね、名称とか所在地とか。 まあ、あと、診断書ですね。要するに、あの薬物関係のあれですね。まあ、あとですね、ここにこれ実際にあの僕が使ったあ、あと記入例ですね、これ。これ実際に僕が使ったテキストとまあ、問題集なんで、あのそちらの方のリンクをチャンネル下のコメント欄、または説明欄の方にちょっと貼っときますんで、えよかったらチェックしてみてください。え それじゃあですね。あの、まあ、いろんな解説編とかも出してますんで、あの、こういうのが届くように、あの、頑張っていただければと思います。まあ、僕もまた動画出していきます。じゃ、またねー。バイバーイ。